今日10月4日はスガキヤでおなじみラーメンフォークの日。持ち手が1、スプーンが0、フォークが4本ということから記念日になりました。シンボルじゃないですか。見てください、あのスガキヤのマーク。あれはないとダメなんですよ。390円のスガキヤラーメンを食べるときに欠かせない、麺とスープを同時に食べることができる夢アイテムですが、これ一つでラーメン食べたりしたことはないです。こうやってこれ巻くの、こうやって食べる。挑戦しようとはするんですよ、これ食べようと。だけどちょっとあの使い方知らないし。そこで今日のあらゆるサーチは、ラーメンフォークは使う？使わない？そして正しい使い方を大調査。調査する場所は名古屋駅近くにあるイオンタウン大光店。この場所ね。まずはどれだけのお客さんがラーメンフォークを使っているのか調査します。もしよければ、今ラーメン何を食べてますか？お箸。ラーメンフォークは逆にどんな使い方でこう使ってましたか？スープを飲むのと、ちょっと残った麺をすくう。続いてこちらの男性も、このフォークとスプーンが一体になってるのが画期的だなと思ってるんですけど、ここはあんま使わないですね。なんならこれなくても、あ、でもこれないとちょっとスープが飲めないんで、はい、レンゲみたいなもんですね、これは。スガキヤ常連客も、 100% です。こっちはサブのレンゲになっちゃうかな。箸使わずにして食べたことっていうのは、うん、ない。だけど企業としてはこれで済ましてもね、これ洗いたくないということで、この日50人に調査した結果がこちら。ラーメンフォークの使用率は 100%。 しかしラーメンフォークだけで食べている人は一人もいませんでした。ちなみにラーメンを注文するとラーメンフォークは必ずついてくるんです。しかし箸はセルフサービス。それを皆さん手に取っていました。なぜ箸を使うのでしょうか？便利ですね。箸。箸の方が。え、便利と言ったらあれじゃないですか。ラーメンフォークの方が。ああ、でもこれはやっぱテクニックがいるから。こうするんですかね。わかんないですけど。食べづらいですよ。現にスタみたいにこうできないし。またこちらの男性から衝撃的な一言が。今日一人でも。これだけ使ってる人が会えたらレアじゃないですか。そもそもラーメンフォークの誕生は今から45年前。当時割り箸が大量に捨てられているのを見て、環境保護と経費削減を目的に開発されました。45年前から。当初フォークの刃は3本、右利きの人が使うことを前提としたデザインでしたが、2007年にリニューアル。フォークの刃は4本となり、左利きの人にも使いやすいデザインとなりました。しかし多くのお客さんからは、まあ、こうやって食べるのかなと思うんですけど、箸で食べる時より、まあ、麺の量多くなっちゃうじゃないですか。これどうやって使うか分からなかったです。こちらの女性は挑戦するも難しそう。そこでスガキヤマーケティング部高岡さんにラーメンフォークの正しい使い方を教えてもらいました。まずは麺とスープのすくい方。本当にいろんな食べ方でチャレンジしていただければと思ってますけども、爪の部分で、麺をかけていただいてですね、麺がこうやってついてきますので、その上でスープを入れていただいて、お召し上がりいただく食べ方が一般的かとは思ってます。麺を取りすぎてしまう人はフォークでほぐすと適量を取ることができます。そうですね、ほぐすんだ。続いて食べ方は、先っぽでほぐす。まずはもう麺を最初にですね、お召し上がりいただく方が良いかなと思いますので、ラーメンフォークのこのフォークの部分の方からお召し上がりいただいて、お好みのタイミングでスープもお召し上がりいただければと。傾けるとスープはどうしてもこぼれてしまいますので、なるべく平行に持ち上げていただく方が良いと思います。
ということで、一度もラーメンフォークだけで食べたことがないお客さんに今のコツを教えて食べてもらいました。どうですか、初めて。意外と滑らないし、いい感じの量で、うん、思ってたよりは食べやすい。高評価。ちなみに高岡さんは、はい、ラーメンフォークだけで食べられる派ですか？過去は正直申しましてお箸使ってましたけども、あの、まあ、ラーメンフォークの日をですね、昨年制定させていただきまして、あのそこからはラーメンフォーク使って食べるようにしています。片手でですね、麺とスープ食べることができるので非常に便利でいいものだと思ってます。とはいえ、ラーメンフォーク1本で楽しむお客さんを見つけたい。張り込むこと2日目。粘りました。するとラーメンを受け取り、手慣れた様子で胡椒を振りかける男性。手慣れですね、この方は。そして箸を手に取ることなく立ち去っていきました。これはいつもどうやってラーメン食べてますか？普通にこうだよ、こんな感じで。ついに発見、ラーメンフォーク一本使い。こうちょっと写真で食べる方が多い中で、スーちゃんだったら、まあ、ラーメンフォークで食べるのが成功やろっていう。箸と比べて、うん、全然分かんない。スープと一緒に食えるしね。さらに張り込むこと3日目、もう一人いました。逆に箸を取らずしてこれ一本でこう食べるで最後までいきます。そのまま麺もスープも簡単にいける。食べやすい、うん、そしてある世代からは絶大な支持を得ていたんです。それが、どう、これ使いやすい、うん、フォークの方で麺をすくって、うん、これにスープを入れて両方同時に食べれて食べやすいです。そう、子供たち。箸を使い慣れていない子どもたちはラーメンフォークを上手に使いこなしていました。なんか感動で、まあ、神聖なものなんで雑には扱えない。雑に扱えない。箸で食うけどこれがないとやっぱ使えない。もうもはや愛着です。ずっと見てきたから使えないけど、やっぱりスガキ屋来たなって感じるのはこのちょっと変わった連携があってこそかなって。